今は美術を学んでおります。テスト初日終わりました。どうでしょうね、怖いですね。こんにちは。今日はテストのに特化した髪型なんですよ。ローポニーやから後ろの毛が邪魔になることもなれへんし、このここのな耳横の毛も直したからこれも邪魔じゃないので、これはまあ朝は、まあ、湿気でちょっと取れてきてんねんけど、こうここにこうやってたんですよ。これをこうやってたんですよ。だからもう絶対に邪魔にならない、何も不快じゃない。だって下向いてこれやで、こう逆立ちしても多分これやもんっていうくらいテストに特化した髪型なんです。これは天才じゃない？天才やと思うわ。でめっちゃ何も不快なものがないテストやったもん。やばい、早く国語返してほしい。クロシエブリデイミクのもの逆立ち、今この服でやったら多分バーンされるから無理ないけど、ジーパンやったらしてたかも。この服でやったらバンされるわ確実に。逆立ちできるよ。え、できひんかな。え、できるやろ。壁あったらいけんじゃん。壁なしはちょっと。食事や貯蔵、食事今私英文1文3文くらい覚えた。すごない？英語めちゃめちゃ苦手な人やのに3文も覚えたで。もう書けるもん。なんか友達紹介みたいな、え、出るか分からんけど出るかもしれへんって言ってたから頑張って覚えた。得点できるねんからな、いけそうやでな。だって側転の気持ちでさ、ほーってやったらさ、足上に上がるからさ、多少壁ゴーンって言ってもさ、いけんじゃん。古墳、はよ、私古墳見に行きたいねんな。アンジュさん、そういえば行ってないやん俺。まあ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 、一発目から古墳はえぐいで。あー、こんなところにお墓があるんですねとかしか言われへんもん。こうやって貴族の方たちは自分が豪族の方たちは自分にお金があるっていうのを表していたんですねみたいな。アンジュさん絶対そんなんやっても分からんやろ。バカにしてないで、ほんまに。アンジュさんコメントしてくれてた。アンジュ勝ちいいよ、勝ちいいよ。一発目古墳えぐない？めっちゃ好きならまだしも、アンジュさん別に多分好きじゃないやろ。一発目から古墳やばいな、おもろいなそれは。
弥生土器。このワンピースさ、上着むずいねんけど、着られへんくない？じゃあ今日な、中に T シャツ着ひんつもりやったよ。ほんで羽織ろうと思ってんけど、なんかこいつが邪魔すんねんだから着られへんくてやめた。中に T シャツ着た。確かにアンジュさん何でもうわーって言いそう。かわいい、かわいい。確かに顔が丸る。今日丸いよな。多分これのせいやと思う。それね、丸い。まあ四角よりはいいんじゃん。顔なんかあれみたいな、何映画のめっちゃ最初の方、あの固定ヘアがなくなっ、昇格してから一発目くらいの公演の時もこんな感じやったな。多分耳横の短いのがなくてこれだけやったからこう顔四角っていうかベース型の人とかおるで。私はベースやと思う。多分カラーめっちゃ嫌やねん。カラー丸の方がええわ。丸は可愛ない。なんか五角形ってわけじゃない。なんかねベース型って調べて、あんねん、そういうフレ、なんか顔の形でフレッシュとかあんねんけど、よりは卵が一番私はいいと思う。綺麗でもいろいろあるんよ。難しいね。まあ何でもいいんちゃう。顔リサちゃんも丸？そうか。急に顔の形は言われても出てこないかもしれ。そうか、分からん。人の顔の形あんま考えたことないかも。丸のイメージないよな。丸のイメージない。顔描くとき、目から描く。私目描いて口描いて輪郭描いて、気に入らんかったら口消してもう一回描き直す。なんか輪郭からいったらバランス取りにくいから難しい。めっちゃ喋るやん。え、わかる？むずいよな。今日の国語さ、なんかさ、ちょっと待ってな。漢字やっと見つけた。菩薩龍像とかのさ、札がさ一生見えへんくてさ、産むやな、右下。ちょ、産むなんかさ、目なんかさ調べても教科書見ても全然見えへんくてさ、もうどんだけ近づいても見えへんくてさ、何やろうと思ったらやっと見えた。で、画面に印刷してくれてた。産むですね。よかった。全然見えへんくてびっくりするぐらい見えへんかった。平和よ、見たことあんで、私めっちゃ薄暗かった。ああ、そう、国語の話。松岡さくら、あなた先から何をやってるの？なんかどういう心境かだけ教えてもらっていい？全然今
テンション高いから受け流してる。高くはないか。なんか最近変わったなって思う自分。なんか急に語り出した。なんか変わったなって。あ、あっちゅいよ、あっちゅいよ。ポコちゃんおらんし。ポコちゃんお散歩行っちゃったからおらんし。体調？体調はそんな良くないかも。あんまりさ、疲れを癒してないので今。テスト終わったから癒すから。じゃあエアコンつけてんねん。けど暑い。そう、後ろソファーかと思ったらポコやねん。ポコちゃんちゃんちゃん、ポコかと思ったらソファーやねん。逆、もうあかんわ。めっちゃ逆やった。めっちゃ違和感なかった今。びっくり。こいつがくだらかんの。めっちゃ逆やった。ちょっと待って、一旦英語するわ。気分大きくなったなって思ったよ私も今。なんか国語さ、今日さ、これこのなんか漢字とかも出んねんけど、いつもその漢字もなんかここら辺、ね、今回はペンギンむずいって言ってたから、ペンギンが出しそうなやつと思って何個かだけ自習ノートに書いたねん、さっき。でそれがさ、割と大半出てん、その書いたやつがほぼ出てん。でさ、びっくりしてさ、なんかそんなピンポイントで当たるもんなんやと思って。でなんか絶対いつもやったら覚えてなかったやろなってやつもなんか覚えててん、書いたから。だからもう怖くてさ、逆にこれで合ってへんかったらどうしようっていう不安で。金属の属あるやん。そもそも金属の属なんか分からんけど、あの所属とかの属の、これをいつも私はこうやってやってんけど、それが自分が山を省略してんのか普通にムーみたいなやつなんか分からんくなっちゃって、ゲシュタルト崩壊して、もうやばいと思って山にしちゃった。こっちやねんな。あれはアウトになるのかな。怖い。感慨深いとかの害もかけちゃってさ、やばいねんけど、怖いねんけど。なんか公害って木偏にさ、便箋の便とかの右にさ、あの害、木偏になんかあるやん、公害、そのタイプの公害、あれがさ絶対わからんと思ってさ、もう当てずっぽうでさ、あの害がある方の公害にしててんけどさ、絶対当てないわと思ってたんやけど、思い出しちゃってさ、これそういえば実習ノートに書いたわってなって、直前に。なんかもうこれで間違ってたら、あ、それ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 、その害。え、怖いねんけど無理。どうしよう、これで半分なかったらどうする。めっちゃ怖ない？めっちゃ怖いねんけど。なんか逆に怖いねんけど、っていうかペンギン先生の思ってる難しい感じと私が思ってる難しい感じがほぼ一緒やって、めっちゃ怖いねんけど。いやいや、ほんまに無理。マイハブはブリエンド。怖い。違う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 。お疲れ様です。
ほら、ノーミス。えぐ。全部覚えてた。やば、肩のリボンほどけますよ。ほどいたらめんどくさいからほどけへんけど。チョコくんのな、自分でやったらな、難しいね。なんか前に来ちゃう。え、すごくね、こんな英語覚えてんの。やば、私の天才。何の絵を描いてるの。勉強です。英語描いてたけど、もう一回美術するわ。あ、美術って言ったから絵って思ったんかな。違うで。小学校の時使ってた自習ノートを使ってる。6年1組って書いてる。しかも技術って書いてる。全然技術じゃない。ああ、ここここ。え、美術とかさ、自習ノート出したら点入んのかな。入るんやったら書いたのを提出するけど、入れへんのやったらもういいかなって感じ。ああ、ああ、でも理科と保健やばかった。全然わからんかった。びっくりするくらいわからんかった。やばいねー、やばいねー。水素イオンとかしかわからんかったね。気が自信な。アップナイン。美術の実技も何出るかあんま知らんないけど、まあ実技はなんとかなるよね。テンション変やね。なんか最近ほんまに疲れてる。疲れすぎて多分一周回ってる。これこれがホウリュウジや。ホウリュウジ。あと保険。はあ。よし。6世紀中頃、朝鮮半島を経て、副教科だけできる人おるな、頭にな。朝鮮半島を経て、仏教が伝えられた。で聖徳太子やろ。中心として仏教美術。こっちでやった方が分かりやすい。阿弥陀上師。よし。古墳？飛鳥時代、そうやな。それもあるけど、今奈良時代、飛鳥時代もあるけど、これはこれも法隆寺な気がする。よし。あ、琵琶。ラデン。ラデン何やったっけ。何時代が好き、何時代も嫌い。令和。
もレイは今な環境がな良くないよな。でもどうすることもできんよな。こんな広かったらな。ラデン、ラデン、スタンの語源病、ラデンスタン、ラデンスタンの語源病。これが正倉院の少女時代。やばい、そういうグループやんな多分。知らんけど、これ何やったっけ。なんたら菩薩、なんたら菩薩、なんたら菩薩、何やったっけ。あー、でん学校の菩薩、菩薩龍像で、これは東大寺や多分。お帰りなさいませ。急にえーってしたくなる。探してたら今使ってたわ。南大門、あ、金剛力士像。おもろおもろい確かに金剛力士像やばい。めっちゃおもろいや。貫禄ありすぎやろ。縄文土器、ウォンちゃん、ウォンちゃん、かわいいね。足短い、足短い、かわいい。ポコタソ、あーん。残念ながら金剛力士像はね、範囲じゃないんですよ。前の範囲やな、2年の時の範囲やったろ。弥生時代には大陸から、大陸からなんやろね、大陸から、あ、稲作文化や。よし、で鉄器、よし、青銅器、トライジはね違うんですよ多分。前のやつかな、前のやつか、全然違うかもしれない。あー間違えた。まあ、ええわ。形が整い、土器ですね、これは絶対。の次は、あ、違うわ、食事やった。くっそー、食事か。食事貯蔵、形が整って食事貯蔵、無事貯蔵、
ほんで、古墳時代に豪族が権力を示すために置いた墓が古墳ですね。古墳見に行きたいな。前方後円墳がいいな。動物などの、これが土器？いや違うな、フェンシングだろ。フェンシング、ソーシングやったわ。変身してもうた。真実、土器、ハニワか。なるほど。ハニワ。んで、これが弥生土器よ。弥生土器。かわいい。ペロペロポコちゃんだね。さっきの初見の人どっか行っちゃったな。まあいいか。ほんで、古代インドや。これ絶対インド。ほらね、からガンダーラやろ。よし、日本に伝わったのは6世紀や。6世紀、よし。これがギリシャ、ギリシャ彫刻みたいな、国彫刻か。よし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 。んで、これが出てこへんやつ。あ、終わった。え、すごくない？だいぶ覚えてるんじゃん。よし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 、一旦音楽しよう。音楽に行きましょう。あー、なんでそんなぺったんこに。暑いの？暑そうやな。でも冷房ついてんねんな。大丈夫かポコさん。暑い？暑いなの？除湿しようか。除湿してるかな。にしよう。これで暑くなったらもう一回冷房かけるね、ポコちゃん。あ、ちょいね。あ、もう立ったら座りたくない。あー、座りたくない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 。あー、座りたくない。ほんほん、ポコさん、ポコ、ポコさん、ポコさん。お父さん顔丸いね。お姉ちゃんと一緒だね。顔芸って言われたポコちゃん。疲れたらおかしなんねん頭。え、音楽ってどこ出んの？エフェルマートとか出んのかな。こっちか。対策プリントやっとけばなんとかなるやろ。今日初めて学校でさ、あれ、ジャージー脱いで授業受けた。授業というかテストやけど、なんかテストを受けるときはジャージの前を閉めとかなあかんねん、ファスナーで。もあれ閉めたらなんかギュッてなるから閉めたくないねん私。だからで、テスト終わってからパッて開けるのもなんか恥ずかしいから、もう今日は暑いし脱いどこうと思って大半脱いでたからさ。脱いでん、もう初めてくらい。体育の時以外脱げへんくらいの感じで着ててんけど、ジャージ冬以外な。だから初めて半袖で教室でおった。なら友達がさ、半袖やーって言ってさ、
びっくりしてた。似合ってるねって言ってくれたけどね、あんまうちの制服可愛くないねんな。でもさ、違う人の制服見たらさ可愛いってなるよな大体。でうちのめっちゃダサいけど見たら可愛いって言ってくれるもんみんな。そういうもんですよね。よし、音楽に行きます。音楽は、花が竹、あ、一本いらんかった。まん丸のボールみたいな人おる。ハロー、ボールちゃん。竹島羽衣、竹島羽衣、絶対こういうのは漢字指定やから。で滝蓮太郎、滝蓮太郎はなよう出てくるわな。もう早く午後返してほしい。もう無理なんやけど返して、早く返して。まあ、ペンギン丸付け早いから多分多分早いから。花は4分の2拍子、4分の2拍子。で、60から66回、打つ速さ。明治時代やって。この人は明治時代に生まれて、東京生まれ、東京と東までいるみたい。いい感じ。普通のローポニーやねんけど。ローポニーも意外といいってこと？ちゃうね、ローポニーにしたらさ、あの髪の毛アイロン通すのめっちゃめんどくさくなるんだ急に。だから後ろアイロンほぼしてない、一瞬サーッと通しただけ。隅田川、隅田川、東京都にある、あ、東京京になっちゃった。教える、東京都にある。桜がの名所、行きたいな。けど春なんか行けることないな東京。リズムや音程、リズムや音程を細やかに変化させる。東京行ったことあるよ。お話し会でも行ってるし、あ、握手会かとかでも行ってるし、
普通に旅行としても行ってる。修学旅行も東京やったし、あと吉野美咲さんに東京のハリーポッターのツアーのチケットをもらった時があって、その時も行ってきたけどすぐ帰ってきた。行って1日目夢の国行ってんで、夢の国の近くのホテルやったから、なんか夢の国から出てる電車みたいなのってそこのホテル行って、だからすぐ行けるとこで、次の日がそのハリーポッターのとこ行ってきて、でも飛行機の時間が早かったから帰りの、だからめっちゃ急いで回った。4時間くらいかけて回るところを2時間で回った。これもったいないなとも思ったけど、めっちゃ楽しかったからいいじゃん。一人暮らしするなら大阪と東京、絶対大阪。東京だって物価高いやん東京やし、普通に大阪がいいわ。全然待ち時間は大人の特権というか権力使って行ったよ。ペンギン、そういえばあれやな、あのあれの時、修学旅行行った時大人の権力使って早回ってたらしいだってそうよな、一人暮らしでな、彼女もおらんくてな、何もお金使うとこないからな、いっぱい持ってるよな早いってなったね。うん、大阪なら一人暮らしする必要ない。いや、したくなるかもしれへんで。まあせえへんと思うけど、別にしたいとも言ってないしな。曲全体を通して大阪の方がいいかな。知人が多いやん、そっちの方が。だって東京にめっちゃ友達いますって言うんやったら別にいいと思うけど、友達と遊びたいわ。今でも遊んでないんだけどな。だってみんな電車乗れへんもん。こんな近所にいい遊び場もないし。東京弁ってあれじゃないん、普通の標準語じゃないん。標準語っていうか若干あるらしいけど基本標準じゃない。関西弁が外れるだけで。それで30おらんで B2 私。10期と会ってないよ。10期ってもう会えんの？決まってんの？そもそもオーディション終わった？全然知らんねんけど。隅田川上辺、はあ、やっぱりね、隅なんか感じ違うと思った。隅野さんの隅やろ。10期もうおるん？決まってんの？私基本自分の下に入ってくる人あんまり最初好きじゃないから。9期みたいにさ、もう関わっていったらさ、みんないい子やって分かったら好きってなるけどさ、あ、もう決まったんや、いつの間にオーディションしてたんや。10期ってまださ、喋ってもないし会ってもないからさ、いい子やって分かってないからまだ好きじゃない。9はもう分かった、いい子やなって。もうある程度関わって分かったらいいねんけど、そんなポトでの人間を簡単にあれよ、信じられるわけがない。
でもこういうこと言ったらな、勘違いしてな、後輩嫌いなんやっていう人がおるねん。ですから初めましての人間をそんなに簡単に信じてしまったら何が起きるかわからないからねっていつも思ってる。別に後輩が嫌いなわけじゃない。初手はびっくりしてるだけ。まあそういう風に聞こえる言い方してる方が悪いんだけどな。もうそもそも黒島は人間好きやから、もともとはな。仲良くなってしまえばって感じ。ただ Q でもあんまり喋ったことない人はまだ分からんかな。分からん、その人のことを知らんと信用できひんって言ったらあれやけど、何やろ、心を許せない。壁、めっちゃ分厚い壁置いちゃう。別に嫌いなわけじゃない。追加合格者、なんやそれ、難しい。でも一回いい子やなって思ったらわーってなる。会えたら嬉しい。一緒に公園とか出たら。 Q? 誰が一番？でもやっぱり一緒に公園出た回数が多い人の方が会えたら嬉しいってなる。だからホノピーとか好き。あのコヨリンも。でもみんないい子やな。追加とかあんのな。意見が変わったんかな。あ、わかったんはもうあれやん、Q やと思ってなかったってくらいな。もう同じチームやったらそう。もうな、 B2 ってイメージになっちゃったから Q であれやったわ。海外の子がおる、いいなあ。海外の子とか喋りたいわ。もう若田はな B2 やからな。お姉ちゃん感。あ、そうか。なんか信頼してる。ある程度分かったから、いい子やなって思ったから信頼してるだけ。だから多分他の子もみんな関わったら同じようになると思う。だからほのぴーこの前出てたやん公演、わーってなった、嬉しい。前の B2 の先輩もそれで会えたら嬉しいもん。かわいいぽいちゃん歩き回ってる。いじっては来ないね。いやまださ、めちゃめちゃ仲いいっていうわけでもないからさ、勝手にこっちがな信じてるだけで。先輩、仲いい先輩、若菜さん好き。だから前の B2 の先輩かなが一番関わるかも。関わるっていうか喋れる。ナナナとか言ってあれないけどな、喋れへん人もおるねんけど。え、お話会休みやったん？体調不良かな。
かなさん好き。愛花さん最近会ってないな。あ、みゆさんとかあんま喋らへんな。けどフレンドリーに来てくれるから喋るときは喋れる。けど自分からはいかんかな。まいさんとかもあんま喋らへん。でも初めて先輩と写真撮ったのこれやわ、まいさんやわ。あれはなんかみんな撮ってた、みんな撮ってたから流れで言った。あーのんさんとかも喋ったことないな。でもいつも SNS 見て可愛いとは思ってるけど喋ったことない。レイさんとかも喋ったことない。多分写真も撮ったことない。誰撮ってなかった。あ、ちひーさんとか写真撮ったことない。でも話しかけてくれることは数回やった。数回やけどな数回やけど、なんかカードもらったけどほぼ関わったことない。人数多かったら全然写真とかも撮ったことないもん。誰撮ったことなかったっけ。でも卒業までには撮る。どっちかの若菜さん、阿部の方の若菜さん、読書の話。いやでもな、なんか知識量が違いすぎたら人間って会話できひんやんって言うやん。なんか IQ が何以上差があったらみたいな、あれの関係で喋られへんそう同じ本読んでもなかなか噛み合わなそう難しい。まあでも合わせてくれそうな気はするけどな。なんかそんな感じせへん。私アホやで。うん、気にかけてくれるし話しかけてくれるしめっちゃ優しいなとは思うけど、頭いい人と喋るときってめっちゃ緊張せえへん。なんかアホなんバレる、アホなんバレるから頑張るから緊張すんねんなかなかね難しいですよね。え、ピアニッシモ。ああ、ピアニッシモじゃないやな、ちっちゃいツーいらんねんな。なんかこういうのない、ピアニッシモって書くと思ってたけど違うみたいな。ピアノの時はちっちゃいやつあった気がする。記憶違いかな。じゃメゾフォルトやった気がすんねんけどメッツフォルトやねん。こういうの若干違うよな。英語やからしゃあないと思うけど間違えた。クレッシェンド、ほらクレッシェンドやと思ってた私は。まあこっちでも覚えてるけどな。タルダンどうやねんな。あてん、舐めるな犬。クレッシェンドとデクレッシェンドで数学のやつで覚えてる。数学って大体右が大きいやん数字だから大きい方に来るのがプラスと考えてプラスがクレッシェンドにしてる。でマイナスの方向いてんのがデクレッシェンドって覚えてるけど、なんかたまに向きすごいやつあるやん、あの大なり小なりとかでも。あれやめてほしい。なんか こっち向けんといてってなる。
数学基本こっちやからさ、理科のなんかイオン化傾向が高いのは高い順に並べましょうみたいなんでさ、こっち向けんのやめてってなる。 MG が一番左でこっち向きでみたいな、亜鉛の次にこっち向きでどうみたいな、こうしてほしい。みんなから見て逆かな、いや分からん、反転してんのかしてないか分からんけど、右がだいたいでかいやん数字って。あの線で書いた時もさ、ゼロが真ん中にあって右が正の数、左が負の数みたいなあるやん、だいたいあれに逆らわんといてほしい、全部右であってほしい。かわいい、かわいい、あんたかわいい、むくちゃん、くっさいねー、くさいけどかわいいねお花まるいな、うん、あったかいな、ぽぽちゃんだ、ぽぽお腹上向いてる、かわいいね、バブーちゃん、パパ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 パかわいい。強くか、大きく強く、どっちでもいいか。あー上乗ってきた、膝乗ってる、かわいい。これが多分打ち間違えたんかな先生が。だって強くやもん。かわいいポコ。通過とか見たらめっちゃ快速出てきてしまうよな。強く伸ばす。0.5 拍。この書き方さ。0.25。既視感あるな。確かに無意識のうちに名前呼んでしまった。え、くま
ちゃんのスタンプかわいいねんけど。でこれ出んの？あ、出るんちゃん、テスト。やばいねー、やばいねー。あ、こっちにまとめてくれてる、さすが。あー、ポコ様、ポコ様。なんか急に叫びたくなれへん、あーって。焦燥感に駆られてる今黒島は。なんか急に来んねんなこれ。吉丸なんて名前やろこの人。吉丸一生みたいな名前の人。中田翔。自分の臆病心一小節に。ピアノやってたから分かるけどな。下死のお話。昼休み、あ、聞いた。あ、ごめん、日本語がちょっと読めへんかった今。期末テストは多分3日間、多分ってなんやねんって感じやけど、3日間、水曜日まで。はあ、合ってた、合ってたんかい。66。線香花火いいな。うち花火めっちゃ持ってんで、しかも日本製の長いやつ。お父さんがめっちゃ買ってきてくれんねん。ええやろ。作詞者、この人。火薬の匂いが、あ、なるほどね。いいな、花火大会行きたいな今年。でも絶対受験やからそんなことしてる場合じゃないよな。大町市、あ、行きたいな。淀川花火大会行きたいな。でも今年なライブもあるからな。行けるかな。行きたいな。行きたいな。あれのひーちゃん、お話し会の前か後か。8月の3とかじゃなかったっけ、わからん。8月の序盤やんな淀川花火大会、多分3とか5とかじゃん。そこら辺じゃなかったっけ、覚えてないけど。あー行きたいな。え、ライブっていつやったっけ。もうなんか分かれへんくなるわ。もういつやったっけ夏の。しかもあれライブ公演、特別公演、あ、15くらい、あ、ちょっと違かった。もうさ、学校行ったらさ、夏休みが勝負やでみたいな感じでさ、勉強しようみたいな感じになってるけどさ、もう絶対それどころじゃないやんと思って。ライブリハとかでさ、全部夏休み多分潰れんで、あの期間がかぶってたらってなったら勉強どころじゃないからさ、やばない？なんか学校行ってたらさ、そのジレンマにいつも私は悩まされてる。
だってさ、学校行ったらさ、みんな勉強休みに何したとか言ってさ言ってるけどさ、私金土日全部さ公園行ってお話会行ってお話会行ってってやってさ、もうそれどころじゃないやん。でも疲れ果ててるんよそれで。でもみんなはさ勉強して疲れたって言ってなんかで今日テストややばいみたいな。頼むから喋らんでくれみたいな。ほんまにさ、え、いつやったっけそのライブ。あれあんま理解してないねんけど、もうちょっとなんか説明してほしい。ほんまにやめてほしい。でもさ、そんなんさ学校行っても誰も理解してくれへんやん。しんどいんやったら休みよみたいな、そういう問題じゃないねんってみたいな、そういうことじゃないんだよ点に展示されてほしいあるやん、なんか。あと優しすぎるよ点みたいな、いい人すぎるよ点みたいな展示会あるやん。 あれ見に行きたいわ。どこにあるんやろ、東京とかかな、分からんけど。おもろそうじゃない、いい人すぎるよ点。まあさ、仕事なんかさ休もうと思って休めるもんじゃないやん。あ、行きたくない、休みたいで休めるもんじゃないやん、学校と違うからさ。っていうのをね、みんなはね、それはね知るわけもないので。でも知らなくても普通やん、だってやったことないやもん。だからそういうことじゃないんだよなっていうのも言えず、自分の中で悶絶してる最近。最近じゃないか、最近はマシ。もうだってしゃあないって思った。もう1年2年とかがやばかった。17が次世代、もう17、え、7月、8月、7はないか、8月か。え、じゃあ絶対丸かぶりじゃない、16、17の出演確定。なんかさ出たいけど出たくないよな。出たくないとか言ったらあかんけどさ、出たいけど出たくない、出たいねん、出たいねんけど出たくないねん。じゃ受験があるからさ出たくないと思うけどさ、ライブとしては出たいやん。だからそのジレンマがやばいですよね。もうやめてほしいよね。ほんまは3年になったらすぐ休もうと思ってた。公演とかけど、なんか両立、じゃいろいろ考えてん、いろんな人の、いろんな人が私に今までかけてくれた言葉を思い出して、なんか頑張った、頑張って両立した後の方がやっぱり得るものも大きいんかなとも思ったり、なんかな、両立を一生懸命頑張ってるあなたは素晴らしいよって言ってくれた時とかも思い出してんけど、けどな、いやそう思うよ私も。両立はしたいと思うけど、それで多分乗り越えてしまえばやってよかったって思ったやろうけど、もうそのさかけてくれた人たちもささすがにもう自分を助けてくれるわけでもないから自立していかなあかんしって考えたら、一人でも行かなあかんやん。だから行けんのかなとも思うけど、大人に言う勇気がないので結局両立することになってますね今のところは。リサちゃんの場合は普通にな、すごいよな、普通に受験したんやでな多分、分からんけどすごいよなほんまに。学力落としたからって言ってもできるのはすごいよ。
だってちょっとの期間だけやろ公演出えへんかったもん。ほんまにすごい。まあ別にリサちゃんに合わせる必要もないんだけどな。リサちゃんができたんやからあなたもできるでしょって言われる筋合いもないし、リサちゃんができたんやから私も頑張らなって思う必要もないから、自分のやり方で自分のやりたいようにしたらいいと思うんやけど、どうなんでしょうね。同級生がいれば、うん、まあおってもやけどな、別に人に聞いたところで何も変わらんやん、自分の問題なんやから。だってその人に聞いたところで、多分私の質問するときはだいたいな、なんか答えを求めてるんじゃなくて、いろんな人に聞いたその事実をが欲しいだけやから、なんかいろんな人の話を聞きすぎて逆に自分を見失いそうな気がする、同級生がおったとしても。だから逆におらんくてよかったんかなとも思うけどな。別に同級生欲しいとも思わん、別になんかどっちでもいい、年気にしてない。自分はそういうタイプやで、基本大人にしか聞けへんけど。そんな簡単なもんでもないで、9月頃から受験のため休職すればって、そんなな、あそれやん、そんなことそういうことじゃないんだよ展に展示されてほしい。それこそ違うんだよな、そんな簡単なもんじゃないから。だからファンの人にどう言われようがそういうことじゃないんだよとしかならへんねんけど、だからこんな話しても無駄ないけど、やし自分のことなんか分かるわけないから何を言おうとしょうがないけどな。それでだから別に間違ってはないねんけど、そんな簡単にできるもんじゃないんだよねって言いたくなるよね。間違ってはないんやで、あ、そっか、曲だけか、歌詞ないんか、これ。それでだってみんながさ、こうしたらこうしたらってさコメントしたやつをさ、確実にその人が私の立場になったらできるかって言われたらそうじゃないからさ。だからね、みんなの言うのは間違ってないけど、行動に移すのは難しいよねっていう。
そうやで、そっちはな見るだけやもんな。確かに成長したなって思うだけやもんな。そんなもんやけどな。だって当事者しか分からんやろ、人の気持ちなんか。私も含めそうやと思うで。みんなの気持ちなんか分からんし。人の気持ちなんか分からんもんじゃないけどな。分かろうとせえへんのと分からんのはまた違うけどな。なんかたまにおるやん、なんかさ、あれよ、分かろうとせえへんとさ、なんか私はこうやもんっていう子おるやん。なんかそれは違う気がする。分かろうとせえへんと分からんのとさ、分かろうとしてなくて分からんのと、分かろうとしてるけど分からんのとまた全然違うやん、意味が。なんか分かろうとせえへんとさ、分かれへんって言ってんのはどうかと思うよっていつも思ってる。ただな、そんなこと伝えても人なんか変われへんから言わんけど。だってそうじゃない、その気持ちを考える努力はするべきやと思うで。みんな言ってんじゃないで、みんなもそうかもしれんけど。全然今みんなに怒っててそうやもんって言ってるわけじゃないでいつもそういう気持ちだよってだけ。それはそれであるけどな。うん、なんかね、いや活動の方はさ、もうみんな、ないろんな経験して幼い子でも大人びてると思うけど、学校はそうじゃないからさ、なんかもっとこうしたらいいのになって思うのがいっぱいある。もうそんなんやっても絶対変わらんやん。だから言わんととどめるしかない。そう、悪気はないと思うねん。でもな、分かる努力はしてほしいよな。家庭教師？誰が？
感してる。確かに年齢関係ないような尊敬するの、それは思うわ。そう思うわ。この前さ、国語の時にさ、ペンギンがさ、ペンギンにクラスの子がペンギンってさ、今の学校の中でさ、どの先生一番尊敬してるんって聞いててさ、うわ誰なんやろ気になると思って聞き耳立ててたら、なんか俺別に人の誰を尊敬してるとか思わないとか言っててさ、でうわペンギン誰も尊敬してないんやなこと言っててさ、まあそういうことじゃないんやけど、尊敬してないわけじゃなくて、特定の人を、この人を俺は尊敬してるっていうタイプじゃないってだけで。でもそんなこと言ってる人がさ、なんかさ、なんかさ、尊敬してるって言ってくれたらさ、ちょっとさ、ねえって思ってた、一人でもだえてた、国語の時。嬉しい。いや記憶があるからさ、その尊敬してるよって言ってくれた時の、いや別にそんなさ本気で言ってるわけじゃないと思うで、どうせおだててるだけなんやろうけど、あの人すぐ嘘つくし、多分黒島が喜ぶようにと思って言ってくれたんでしょうけど、でも嬉しいよね嬉しくない？だって普通に嬉しくない？尊敬してるって言われたら。頑張ろうって思うよな。でも何の理由もなく尊敬してるよって言われたらありがとうってなるけど、ってけどなんかちゃんと話の流れがあってからやったら信じちゃう。そっか、嬉しいなって思っちゃう。ちゃうな、あの人すぐ嘘つくからほんまに信じられん。けど嬉しかった。いつ、どの流れでそうなったんだっけとね、なんか多分私が相談っていうか質問して、で何聞いたんやったっけ、あ、黒島さくらって何だと思いますかって聞いて、それはまた難しい質問ですねってなってなんかいろいろ喋って、どうやったかな、あ、大人たちの世界で頑張ってるのはすごいと思うしみたいな話やわ。なんかそんな大人たちの世界で頑張れる環境にあるのは羨ましく思うしみたいな、尊敬してるんですよ。なんかそんな話されたらさ、信じるくない？だって結構内容しっかりしてたで、そのなあ、ちょっと本気になるやん。本気じゃないとは決まってないけど、本気にするって期待させんなよ。期待する方が悪いねんけどな。それでちゃんと答えるねん、真面目に。珍しいやろ。で珍しいなーって思ってたら自分で言ってた、珍しいから泣かないでくださいねって。泣けへんわ。冗談で尊敬できるなんていう人が教師やってない？いや基本そうやと思うけど、ペンギンに当たってはちょっと。うわ久しぶりやん、メンバーにこちょこちょしてはる？してない、久しぶり。本気で言うてる？ほんまに？あの人が？ほんまに？いや信じるのなんていいことないから、信じた分だけ裏切られた時に絶望が来るだけやから。違う、私は信じないよって言うだけ言って信じてんねんけどな。おお、ご飯炊けた陽気やな
ご飯が炊けました。おもろ。あーなるほどね。自分にできひんことを実行してる時点でなんか上徳やって道徳の授業みたいやな。なんか久しぶりにちゃんと勉強した気がする。おい受験生ちゃんとしろよ。待って最後に英語だけ覚えた文章だけもう一回書いとく。あれこんなんやったっけ。違うわこれや。よし合ってた完璧。まあ出るか分からんねんけどなこれ。重たい。よし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 。テストですね。英語かやばそう。嬉しいな今更ながらペンギンそれ言ってくれたの思い出したわ。嬉しい。たまにはいいこと言うやんなあポコ。たまにはな。めったにそんなことで。いつもあれやで。なんかまた黒島にツイッターに載せられるわとか、黒島こっち見んなとか言ってるようなやつやのになあポコ。たまにいいこと言うから。ねえポコちゃん、クマさんはすぐ尊敬してるって言うからな。もういろんな人尊敬してる。あの人は会う人会う人尊敬してる。この人はここがいいんだよね、この人はここがいいんだよねって言ってるから、まあいいとこないけどな。それがだからあんな包容力のある人間になったんやと思うけど、すぐ尊敬してるって言うから誰でも。めっちゃなんかやんちゃな子がこうにさおるやん。やっぱりその子ですらこういうところは逆に尊敬するとか、もうあなた何でもありねってなっちゃうねんけど、こんなちっちゃい人間からしたら。
そのくらいすぐ尊敬するっていう人だから。アンスはあんまり重みがないよね、やっぱりみんなに言ってた。そんなんな、いいとこやのにな、ポコ。真似したくても真似できない長所やと思うな。13位 GHP さん、ありがとうございます。12位オレオズさん、ありがとうございます。11位 RC さん、ありがとうございます。10位アラケンジョビさん、ありがとうございます。9位ゴーシさん、ありがとうございます。8位セイくんさん、ありがとうございます。7位ナベちゃんさん、ありがとうございます。6位マチカネクキタルさん、ありがとうございます。5位 KG603 さん、ありがとうございます。4位スマタンさん、ありがとうございます。3位ポンさん、ありがとうございます。2位伊達ちゃんさん、ありがとうございます。1位ムーチョさん、ありがとうございます。よし、ありがとうございました。さようなら。美的観点、あれ観点じゃなかった、容姿。まあ、軽い気持ちではないと思うよ、あの人も。ちゃんと本気で尊敬してそれないのけど、みんなに尊敬してるって言ったらやっぱり重みがないよねっていう。いや本気で思ってると思うけどな。だからめったに言えへん、ペンギンの方が。えってなった。そもそもちゃんと答えてくれると思わんかった。さよなら。頑張る頑張るよポコちゃん。今度リボンほどかせてない、やばいやばいしておる、やばいしておる。さよなら。またのご来店をお待ちしております。